おはようございます。おはようございます。フェスまであと2週間ですかね、になりました。今年もですね、いろんな商品を集めて皆さんにお届けしたいなと思っているんですけども、目玉になるかなって感じなんですけど、ざーっとちっちゃい五葉松を仕入れました。もともとはうちの生徒さんだった方が長年作られていた、八つ草の五葉松ですかね。どれも継いであるやつですね、はい、うちの、昔話を言いますと、八つ草の五葉松っていうのを、ブームを作ったと言われているような縁でして、やっぱ生徒さんもこういうのが好きで夜よく作っていたっていう話ですね。やっぱりいい品種が出たりとか、剪定をするとき、剪定するとき、剪定するときにはもう門の外まで行列があったというか、そういうような過去話もありますので、その流れを組んだ生徒さんだったのかなというふうに思ってます。それは剪定をした切った芽をもらって継ぐために、自分で継ぎたいから一芽もらうためにここの外にまで並んだっていう話があります。ここにある品種はいろいろ書いてあったりとかするんですけど、宮茂100万石。僕らが見て暫定的に思ってるだけというか、この方の書いたままなので、正確にこれを継いだっていうのは分からないところがあります、なのでそこは承知で思っておいていただければなと思うんですけど、すごい種類が、そうですね、いろんな種類がありますね。右大臣、大臣なんかもうここですね、完全にここですね。途中でできたっていうような、名付けたってこと、結構名付けてるんですよね。そうですね、先代の時ですね。先代の時に名付け、今の浜野もいくつか名付けてますけど、結構なんでしょう、継いだままみたいな感じな木が多いので、木としてできてるかっていうとそうじゃない。ただ、これからやっぱり培養したりとか、またここからいい木にしていくみたいな素材としては面白いんじゃないかなと思ってます、なので今日この中でちょっと面白いやつを作ってみて、こんな木になりますよみたいな動画になればなというふうに思ってます、ので頑張っていきたいと思います。お願いします。ざっと見てて、僕これがなんかが面白いかなと思って、随分ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。あんまり僕こういうのやらないんですけど、それなんですか、品種は。これ一応葵って書いてるんですけど、葵かなっていうような感じ。でもなんかそっち系ですよね、その、ピンと張ってるような感じですかね。これをちょっと針金かけてみようかなと思います、お願いします、こんなものがうちにあります、これは八つ草五葉松優秀、要はカタログですね。カタログ、この当時の何年だろう、うちに置いて、どうですかね、書いてない、発行ね、当時って書いてあるもんね。で古いよね、まだコーラの自動販売機あるもん、ここここにもあります。これがね、全部ね、八つ草の五葉なんですよ、うちの。これここで、あとこれも全部そう、ここも全部そう、めちゃくちゃもう八つ草の御用がいっぱいあったんですよね。で、こことかもそうだし、野田にもあったんだ、だから全体としてやってたのかな。ちょっとさっきの訂正というか、右大臣に関しては定かじゃないですね。なんとか今確信を持って言えなかったんですけど左大臣に関してはうちでした。ここに葬儀って書いてあるんで、本当の木、はうちだったかな、大臣はちょっと調べておきます。でこんなの作って売る、カタログみたいに作るほど御用松で八つ草を、八つ草の御用でやってたってことですね。やってたってことですね、いる大体ね、お酒の名前だったんだっていうふうな、いう話するんだけど、これが旦那がつけたんですよ、シオン。僕好きなんです、この名前、シオン。そう、いい字ですよね、こんな感じです。で今回これをやっていきます、で、模様着になるのかなと思うので、この枝たち、ちょっとかんぬきっぽいところにあるんですけど、今回はそのままやっていきます、で形にしてあげて、ちょっと最後植え替えをして
収まりよくしていきたいと思います。はい、はい、まあ、あまりやることはないんですけど、しっかり針金を下に、かけて下に向けていって模様着らしくしていくっていうような作業ですかね。このぐらいの模様だと多分みんな欲しいですよね。そう、ただほら売ってなくはないじゃない。確かに確かに。明星の次とか、はいはい、お店とかでたまに売ってたりするじゃない、はい、ただ問題は値段なんですよ。あ、結構いい値段するじゃないですか。そうですね。これはおいくらぐらいなんですか。これでもね、物によるからあれなんだよな。まだつけてないんですけど、どうですかね。でも多分相場より安いですよね。そう思いますよ、はい、僕値段浜野会長から何個か聞いたけどちょっとびっくりしましたもん。あ、こんな安くていいんだみたいな。あの買ったやつ、ここだけね、今度びっくりするような気が一個あったんで、それを今度あの動画のネタとして、動画のネタとして一個買わせてもらったんですけど、やりましょう。あれはね、面白いですよ、ね、あれ面白いですよ。だけどあれでしょ、多分取り切りでしょ、あれ取り切りをしないといけないから、物になるまで分からないけど、でもあそこってめちゃくちゃ、なんだろう、もう遠くはそれだけね。いや、あのそうですね、はい、はい、こちらです。すごくないですか。蜂の巣みたいな、蜂の巣みたいになってるんですよ。まあ、ここまで黒松で、はい、でここから明星が疲れてるんだけど、はい、なんでこうなったっていう太り方してるっていう、すごいよね。すごい。で何これってみんななったんですけど、どういう状況なんですかこれって。いや多分ね、熱からが溜まってこんなになっちゃったんだろうな。太ったってこと、急激に。で、まあ目論見としてはもうここで取り木をかけると。そうですね。それで足元の太い株立ちに株立ちにしてるってい う, いう、これは動画でやった方が皆さん楽しめるだろうと、はい、で明星のこんな株立ちはない気がするね。日本にないと思う、明星の消費と。まあだから取り木さえ、消費はもちろんあるけど、うん、継いだばっかとか、はいはい、ある程度まあ模様着としてできてたりとかあるけど、うん、こういう太いうん、株立ち多分ないないよね、このサイズで。しかも、はい、一応9巻ぐらいあった気がする。まあ全部使うか置いといて、この辺でね、できればこの辺もいらないかもしれないし。そうですね、僕もね思ってたんですよ、うん、1本いらないなって、この手前のね、とか。そう、まあ、こういうのがありました。あります。まだね、なんかこういうの1個あったんですよ、まあ、ここまで太くないけど。あ、うそ、はい、じゃあそれを皆さんのゲットしてください、はい、ということで、はい、こういうのもあります。ちょ、差がすごいですけど、差がすごいね。じゃあ、やっていきましょう、はい、針金をかけていく中で、今だと、太い枝がこれと、うん、はい、あともう一個、正面にこの来てるこれ、まあ、芯になりそうな部分ですかね、はい、あともう一個、裏になりそうなこの枝が太いので、そこに先に太い針金をかけていきます、はい。なんかフルッパ取ったりは、フルッパはね、完全に取らない方がいいかなと思ったんだよな、うん、ちょっと茶色っぽいやつだけ取るけど。これはなぜです。極端にこれめちゃくちゃ元気ではないっていう感じなんですよね、うん、ずっとまあお水だけあげてたような気だったので。ね、新芽がちょっと小さすぎるかなとか思っちゃったんですよ、うんうんうん、なので、本当に大きい去年の葉っぱとか茶色い葉っぱだけ取るような感じで今回は作っていきます、はい、うん、フルッパでも栄養を吸ってますからね、てるから、はい、当初の防災フェスは9月の14、15、16と、はい、たくさんお夜松も用意しておりますと。ただ今撮影がまだね、8月の20日、はい、だから生徒さんのものとかはない感じですね。ですね。こっちか。今裏枝と、ここの枝ですね。ここの枝、これ差し枝、差し枝かな、逆枝かな、ちょっと分からない、うん、逆になるかもしれないですね、はい。で、その上の枝、この辺のかけていくんですけど、うん、今で言うとこの長いこの枝がちょっとやっぱ長すぎるかなと思うので、はいはい、この下に出てるちっちゃい枝だけで針金をかけます。なので切っちゃって立て替えるって感じですかね、はい、はい、あ、つまないと
ね、時期じゃないんだけども差し切りしときます。意外と出るんで、うん、じゃあまた細かいの今度かけていきます。はい、ここからまた仕入れたりもするの、うん、行こうかっていう話にはなってますね、うん、さらに追加商品もで、私の方はそうだ T シャツ100周年記念バージョン持ってくるんで数少ないですけども、よろしければご購入ください。うちも商品をいろいろね、東順オリジナルグッズ、はい、うん、いよ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 オリジナルグッズ何を作るんだっていうところですけどね、ここはちょっと聞いたけどあ、そっち行くんだみたいな感じでしたねお楽しみにと。そう、なんでかっていうと結構その外国の視聴者の方っていらっしゃるんですけど、はいはい、結局買っていけない、うん、何も、ね、もちろんね Q さんの T シャツ置いてればもちろん、うん、これ欲しいって言ったらそういう人にもっていうのをちょっと買うかな、どうだろう。でもだって例えば別に T シャツじゃなくてもいいわけでしょ、うん、それ発表はいつなんですか、グッズの。今でもいいですよ。今じゃあ物あるの？ない。ないんだ。サンプル画像が。はい。これです。はい。はい、ああ。この木のモチーフは？これはあの以前ですね、桜の木の前でお花見をしながら植え替えた新柏なんですけど、はいはい、あの木非常にあの園主の浜野がもう手放したくないとかっていうような、うん、本当にお気に入りの木に。お気に入りですよね。はい。なっているので、うん、今回はそれをモチーフにして、うん、ワッペンを作ってみました、はい、使用用途としては例えば T シャツとかにこうやってやってもワンポイントになると思いますし、Q さんのデニムのケースに貼っても面白いんじゃないか。確かに。そう、いろんなものに使える、まあ、例えばエプロンでもいいし、あれ1個あれば何でも盆栽っぽくできるっていう、まあ、カバンとかかなと。カバンでもいいと思うけど、ね、はい、自分でどっかの T シャツに貼ってみてもいいと思います、うん、一応裏乗りになってるのであのアイロンで付けられます。なるほど、はい、お値段は一応1500円で考えてます。はい、数は一応ね100個。ああ、東順フェスからスタート。東順フェスから、はい、私が作った T シャツにワッペン付けて。そうですね来てください。はい、はい、いい感じです。はい、よろしくお願いします。おじも T シャツ作りたいらしい。間に合う間に合うとか言ってる。本当、こちらも楽しみ。もしかしたら販売、販売になるかもしれない。東順 T シャツとかね。東順 T シャツありますけど、はい、あのロゴが入ったやつ、ロゴというか家紋が入ったやつを、そう、もうちょっと盆栽も入れてみたいなのにしようかなって考えてるみたいですね。基本的には枝下げるわけじゃないですか、小白だから。はい、で輪郭から出たやつだけ切ったって感じですか。そうですね、長いのと短いのどうしても出てくるんですよ、うん、特に八つ下だと先端の方にグッと伸びる傾向があるんで、はい、うん、そういうのは押さえてあげると周りからまたどんどん吹いてくるので、うん、そういう感じでやってみました。意外とじゃあ作り方は単純というか。単純ですね。そんな難しくない。はい、我々初心者でもできる。できるですね。うん、繊細ですね。器用じゃないと針金かけれないんじゃない。そう言われても、うん。初心者。初心者。不器用な初心者はちょっと難しい。できました。こんな感じかな。うん、模様置き、模様置き、ここがもうちょっと伸びればね、うん、一番いいんですけどね。頭が強く見えちゃうね。そうですね、差し枝がちょっと、これがもうちょっと幅が出てくるともっと良くなるかなと思いますけど、はい、まあ、第1段階これでいいんじゃないですかね。はい、はい、でちょっと植え替えてみますか。鉢はだいぶ土がいいし、うん、
こちらの8年これもう一個ちょっと見てみようか。入ります。あ、やめよう、ごめんなさい。青いっていうのをちゃんと残しとかないとね。そうですね、分かんなくなっちゃうよね。そういうので、日本の五葉松って何が何だか分かんなくなってきてるんですよ。そういうことなのかな。やっぱこう、パッと見て言い当てられる人、いや、ちょっとね、厳しいと思うんですよ。いないよね、うん、あんだけの種類だったらね、うん、またあれじゃないですか、パンタさんの代で八つ房ブームを残したらどうですか。だから分かってるやつをひたすら培養してとかって感じですよね、うん、その中でまた枝代わりできたらやらないといけないけど、めちゃくちゃ補助が必要になりますよ、そしたら、うん、次をやらないとね。そうですね、だいぶ下に根っこがあります、ね、ちょっと切ります。はい、でも根っこはフロマツだから割とあれですかね、強く五葉松に比べたらね。ちょっと高くなりましたね。ね、高いよね。しょうがない。動きは復活させてる。ベビーオイルがついてるのかな。はいはい、超綺麗に。まず水やってみます。はい、じゃちょっと見た目のために苔やりますか。はい、はい、完成。はい、完成しました。はい、五葉松、八つ房の五葉松の針金掛けと植え替えしました。こんな感じでさっきの状態と、うん、鉢に入れるとだいぶ印象違うのかなと思いますね。そうですね、もう飾れるような。はい、まあ、ちょっと管理はね大変になってしまいますけども、これをちょっとより培養してユニキにしていけたらなというふうに思っております。うん、こんな、五葉松のちっちゃいやつがいっぱいあります、はい、東神盆栽フェスですけども、9月の14、15、16と、金土日と行っております。時間は8時から1時間ちょっと早めての、開催となりますので、皆さん、ぜひお越しいただければと思います。早めた理由は並ぶのが申し訳ないから。そうですね、だいぶ並んでしまって、ずっと結構ね6時とかからいる方いらっしゃったそうそうね、言ってもそんなにね。あ、でもあれか、キミコさんのあれが欲しいとかそういうやつか。あ、それはあるかもしれない、はい、まあ、そういう人はまあ並んでもいいかな、はい、はい、いい感じなので、はい、ぜひ皆さん一日でも遊びに来ていただけたらと思います。はい、2日目3日目、はい、カンタさんの中やりますよね、きっと。まだ OK はもらってないけど、昼間さん2日目3日目でなんか講座というか、なんかデモンストレーション的なやれたらなと思っております。やらせます。はい、ということで、はい、この動画がいいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。